ただいです。まひろです。くる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 。ただいまひろです。みなさんこんにちは、ただいまひろです。今日はこのかわいいパーカーを着ながら動画を撮っていこうと思います。みなさん、マジックミラー号って知ってますか？なんと、ここにいるかわいい車の見た目は可愛いんですけど、この中で野蛮なことが繰り広げられている有名な車です。そしてこのマジックミラー号は、じゃん！ソフトオンデマンドというところのものです。可愛かったんで私服で着ちゃってます。街歩くときちょっと恥ずかしいです。これマジックミラー号って書いてあって、あのエッチな車じゃねってなりますか？はい、じゃあ今回の動画はですね、いつも動画ご視聴いただきありがとうございます、チャンネル登録も皆さんありがとうございます、そんな中ですね動画にいつもたくさんコメントをいただいてて、私結構動画のコメント全部見てるんですよ。で、その中で面白いコメントをなんか結構見つけたので、今回はそのコメントをご紹介していきたいと思います。動画のタイトルと面白いなって思ったコメントをご紹介します。 AV 女優になった理由の動画、これなんかめちゃくちゃ伸びてて、一番再生回数が多い動画がこれなんですけど、すごいたくさんのコメントもらってて、下ばっか向いて元気のなかった息子があなたに出会えて常に上を向いて元気いっぱいです、ありがとうございます。先日は息子が大変お世話になりました。一段と大きく成長した様子で大変嬉しく思います。私なんかの動画で上を向いてくれたって思うととても嬉しいです、ありがとうございます。よければ息子見てください。おっぱいは揉むと本当に大きくなるの。これ私が都市伝説風に初め歩いて関さんの真似をして撮った動画なんですけど、結構何テイクかやり直しててこだわったので、見てない方ぜひ見てください。これに来てるコメントが、いつも息子がお世話になってます、自分で揉むの疲れるでしょう、俺に言ってくれれば手伝ったのに。息子さんってちなみに何歳なんですか？なんか皆さん息子がお世話になってます、息子がお世話になってますみたいな書くけど、どんな息子なのかあんまり分かんないので、ちょっと詳しく書いてもらえると助かります。何歳ぐらいでどんな見た目で髪型とかお願いします。俺に言ってくれば手伝ったのに。おっぱい飲みたい人、はい。脈あり脈なし、女子が密かに送ってる好きサイン気づいてる、ブロッコリーのスタンプ連投してくる女の子は脈がありますかっていうコメントが来てるんですけど、完全に脈あると思います。過去多分どうでもいいなと思ってる人に連投しないと思うので、ブロッコリーの連投は確実に脈ありだと思います。しかもブロッコリーっていうのが超センスいい、スタンプの数が興味のある度数かもしれないです。動画、細長いもの中心の ASMR、 これ初めて ASMR に挑戦したものなんですけど、聴覚より視覚を刺激する ASMR で草、ありがとうございます。音に集中して動画を撮ってたので、特になんか視覚のことはあんまり気にしてなかったんですけど、あざます。童貞必見、女の子を誘ってお泊まりまでの方法を徹底解説。女の子とご飯なんて行ったことありません、かっこ20歳童貞かっこ閉じ、35歳超えると東大合格よりも難しそう。めっちゃ面白い。確かにそうですよね、やったことないことに挑戦するって本当に難しいですよね。なんか東大合格よりも難しそうって例えがうまい。座布団1枚あげます。あとは、みんなチテトレって知ってる？彼女にチツトレ勧めるのは失礼ですか？ちょっとこれなんか、チツトレの動画撮っといてあれなんですけど、彼氏にチツトレしてって言われたら悲しくなっちゃうかもしれないです。私って緩いのかなって思っちゃうんで。まずは、
私の動画を一緒に見て、さりげなくちょっとチュートレの動画開いて、あ、こんなんあるんじゃん、ちょやってみたらいいんじゃんみたいな感じがいい気がします。いきなりちょっとチュートレやってよとか言われたら、ってなっちゃうんで、まずは私の動画を一緒に見るところから始めてみてください。実は私アイドルになりたかったんです。アイドルになっても不思議ではない可愛さ、はあ、ありがとうございます。まひろちゃん、僕にとっては十分アイドルです。これからも素敵な笑顔よろしくお願いします。ありがとうございます。アイドルの誰より可愛いし好きです。やばい、これただ私がニコニコするコメント、嬉しい、めっちゃありがとうございます。私も好きです。いや本当に嬉しいです。なんか面白いコメントもすごい好きなんですけど、褒めてもらえるのもすごく嬉しいので、ぜひたくさん褒めてください。バキバキ童貞と禁断のコラボ対談。バキバキ童貞さんとの動画はマジですっごい周りからも好評で、皆さんも見てもらったと思うんですけど、見てない方はぜひ見てみてください。撮影なんですけど、もう本当に素で笑いすぎちゃって、なんか今思い出しただけでも思い出し笑いが止まらないですし、動画アップされましたってなった時に動画見て、それでも面白すぎて、もう友人とかいろんな人に勧めすぎちゃったぐらい面白いんですけど、最高ですよね。バキドーさん喋ってなくても面白い、失礼な意味じゃないんですけど、存在がゆるキャラですごい面白くて、また会いたいな。バキバキ童貞さん、また会いたいです。お願いします。続けラブコール。コメントが、ただの童貞ではないです、あなたは童貞界の童貞になりました。なんかちょっと漢字が違くて、王になっちゃったんですかね。これは童貞界の童貞、最高な称号ですね。もし男優デビューしたら、初めて男優目的でビデオを買うかもしれません。バキバキ童貞さん目的でビデオ買おうってやばくないですか。バキバキ童貞さん見て抜くってことですよ。バキバキ童貞さん見てポッするってことですよね。なかなかやばい気がします、これ超人気者。なんかこの二人割とお似合いに見えてきちゃったんだけど、なんかさーってコメント見てたら、カップルチャンネルやってほしいみたいなコメントが超多くて、もしかして私の運命の人ってバキバキ童貞さんだったのかなって考えちゃいました。よし、次、童貞を殺すセーターで童貞は殺せるの。裏山だけどバキバキ童貞なら許せる。あ、すごい、みんなから応援される存在です。バキバキ童貞さん、本当に筆下ろししてあげてほしいです。え、筆下ろし動画撮りますか。グミ食べてる時のゆるキャラ感がすごい、やばいですよ本当に。私がちょっとバキバキ童貞さんがと動画を撮り終わった後に、私も動画を撮るシーンがあったんですけど、目の前の席でなんかこうやってグミ食べながら私の動画撮ってるの見てて、もう笑い止まらなくなっちゃって、2テイクぐらいやり直したけど、もう本当に笑い止まらなくて、一回そこの席からどいてもらいましたもん。視界に入っちゃうと面白すぎて、もう笑いが込み上げてきちゃうんで、もうそのぐらいゆるキャラ感すごいし、可愛い、最高です。でもやっぱ皆さんバキバキ童貞さんのことは忘れられないですね。また会いたいですか。私も会いたいです。こんな感じでね、結構コメント見てるんで、このコメントにもたくさん面白いコメント、いいコメントしてください。待ってます。ではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ただいまひろでした。バイブー。